はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、みんな大好きお肉のチャレンジメニュー会でございます。僕が訪れておりますのがステーキロッチさんという、もう大食いは御用達のお店でございますね。もうみんなね、今回のチャレンジメニューやってると思うので、知ってるね視聴者様も多いかと思うんですけれども、総重量約4キロのステーキセットのチャレンジメニューが2月からですね4月の末までできるということで、本日はですねこちらステーキロッチさんの市川店さんに訪れております。ここね、ステーキロッチさんといえば普通のステーキももちろんうまいんだけれども、鶏肉はもちろん鹿肉だったりとかカンガルー肉なんかもある、いくら食べても太らないねステーキを提供されている美味しいお店なんですけれども、そういったロッチさんで提供されている各部位が詰め合わさったチャレンジメニューだそうで、制限時間が50分で、失敗の場合ですと税込みで18,381円のお支払いと、もうねなかなか高額チャレンジでございます。でこちらのチャレンジメニュー、他の方ですと結構ね楽しんでゆったりと食べてるので、せっかく僕もお肉の久々のチャレンジですので、ガチで挑みたいと思います。なのであまりね普段に比べても喋らずに、まあ、本気でね挑戦していこうと思いますので、大食い好きの方はねぜひ本日の動画見ていってください。ということで、ただいまですね、本日挑ませていただくチャレンジメニューが到着いたしましたが、これだけじゃないらしいです。ちょっとねこれプレートに乗り切らないらしくて、2発目も来るそうです。なのでこれで約半分でございますね。で本日はこれ制限時間が50分ということで、早速ですねチャレンジ開始させていただきたいと思います。じゃあ3分前、はい、3、2、1スタート。いただきます。はい、よろしくお願いします。いただきます。よいしょ、ちょっともうお肉ガンガン攻めていっちゃおう。これまずチキンですね。チキン、うまっ、ちょっとこれ真ん中がハラミらしいんですけど、横隔膜なんでよく焼いてくださいってことなんで、ちょっと先にこっちのね焼きプレートで焼いていきます。でリッチステーキってことで、ハラミを、まあ、うまい。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、前日は肉汁でございます。わかりました、ありがとうございます。これで揃ったらしいけど、料理やばちょっとこっちのプレートはね、ジビエ系が多いので、じっくりこの鉄板で焼いていこうと思います。じゃあちょっとこの1枚目のプレートを優先的に食べていきましょう。いやでもこれで2万いかないんだったら高くないか、全然むしろ安いな。じゃあちょっとね、魔法の粉というチキン用のスパイスらしいんで、これちょっと一旦かけていただけますか。うまっ、うまっ。こっちのプレートは残りハラミのみですね。
ってよし、お肉完食ということで、あ、したら行きますか。どれがどれかわからないけど、まあ、いったよし、あ、これ行っていいだろう。いただきます。うん、うまっ、この肉。でも何の肉かわからん。あ、こっちもうまっ。うまっ。ここに来ても全然うまいな。汗が止まんねえな。でも全体的に赤身がメインだから、こんだけ食べてもちゃんとずっとね、飽きずに美味しいね。重いって感じじゃないわ。あ、ありがとうございます。一旦乗せてもらってしたら、いや、こっちに渡せるんだよ。はい、チャレンジ中でもさ、こうやって終わす、しっかりとこう新しい鉄板をとかお気遣いいただいて嬉しいね。ちょっとごめん、まとめて焼くわ。うん、うまい。これ多分鹿かな。せっかくジンギスカンソースいただいてるんで、かけていこう。今気づいたけど、一個もソース使ってねえや。めっちゃあるのに、卓上に。今ね、ちょっと野菜とほとんどお肉完食いたしました。で、最後残ってるのはちょっとのお肉とこのね、ライスなんだけど、ここまで全力で頑張ったから、ちょっとこっからは楽しませて
あ、これ結局これうんうまガーリック、うん、うまっ。そしたらこれ完全に最後の一口ですね。うん、うん、はい、ごちそうさまでした。いいよっ。おお。ということで本日のタイム39分28秒。ちょっとね一回改めてごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで本日はですね4月末まで行われているロッチさんのチャレンジメニューに挑戦させていただきました。先ほどもねお話しした通りロッチさんでは普通のステーキ屋さんでは取り扱ってないようなジビエだったりとかで赤身なんかをね中心に販売しておりまして PFC バランスとかねそういったダイエットで筋トレとかにもねいいような、まあ、ステーキバッチリ品揃えがございます。ぜひね皆様もこちらロッチさんで食べてみてください。ちなみに、久々にですね僕自身もお肉のチャレンジをやりましたがすごい柔らかいよ。もちろん柔らかい。ただやっぱりこの量の赤身なので顎がね弱い僕には大打撃でございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでぜひこちらも概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。久々にお肉のチャレンジやったらですねやっぱりこう自分のね顎の弱さもともとあったんですよ。顎関節症がねちょっと昔からあるので酷使するとマジで口が開かなくなるんですけどまあ改めてですね、僕のこの顎の弱さを痛感したチャレンジでございました。今後ですねちょっと鍛えてかないと本当いろいろね大きいもの食べるときねやばいなと思ったのでちょっとトレーニング欠かさずにやっていきたいと思います。そしたら本日ですね、前回公開させていただきましたゆりさんの動画からコメント返信をさせていただきたいと思います。これですねマジでそうだと思います。僕自身も博多ラーメンは食べたことあるんだけれどもその他の九州ラーメンってなかなか食べる機会がなかったりとかこっちの方ではですねその食べられるお店さんも少ないなと思います。で実際ゆりさんの食べてみると確かに博多ラーメンとはね全然違う方向性でしてこれねちょっと驚きましたね。安直ではあったんですけれどもこの九州といえばね豚骨ということでだいたいねこう系統が同じなのかなと思いきや実際ね食べてみると本当に違かったのでこれ今まで博多ラーメン以外の九州ラーメン食べたことないですよっていうお客様いらっしゃいましたらぜひゆりさんで美味しいこの長崎のねラーメン食べてみてください。そしたら本日2つ目の質問に参りたいと思います。実はですね先日のゆりさんの動画を公開した直後お店をねご紹介いただきましたラーメン師匠さんからチキンライスが美味しいんですよと写真がもう送られてきておりましてそれ見た瞬間にね食べたくなりました。またこの焼き飯とは違ったねこの味のあるちょっとこの赤みがかったねあのケチャップライスというかチキンライスいやうまそうすぎます。あれでねちょっとちゃんぽんとかと一緒に食べたらね美味しそうだなと思ったので次回ねお伺いする際にはそのセット食べてみようかなと思います。それも絶対動画にするということで本日ですね最後の質問に参りたいと思います。すみませんご心配ありがとうございます。本当に僕らのやり方仕事っていうのは普通の方にね比べると胃腸の負担が何倍もあるので常に体のケア怠ってはいけないとは思うんですけれどもジムとか行っておりますが健康診断はですねここ最近全然行っておりませんでした。ちょっとね予約とかはしたんだけれどもコロナとかの関係で予約をキャンセルしたりとか、まあ、なかなか
忙しかったのか病院の予約がね取れなかったりと伺う機会をね見逃していたんですけれども、今年に関しましてはですね人間ドックの予約をさせていただきました。これを機にですね、体の隅々まで調べて、悪いとこないかチェックしつつ、しっかりとね今後もケアをしていって、長くですね、お店を紹介したりとか、まあ、皆様にね美味しいと思ってもらえるようなこういった活動をね続けられるように頑張っていきたいと思います。はい、ということで本日のコメント返信コーナーはこの辺りで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。